皆さんこんにちは、ポンポミユリです。今回は私の自己紹介をまだしてないっていうか、まあ去年くらいにしたんですけど、全然もう今とね今と全然違ったりだとか、あと見てくださる方っていうのが増えたので、私のことをね全然知らないよっていう方もいるかと思うので、新しく自己紹介動画を作りたいと思います。で、何をした時に一番分かりやすいかなって思ってちょっと調べたんですけども、自己紹介用の質問っていうのがネットにこうテンプレみたいな感じで上がってたので、それを元にちょっと答えていこうかなって思います。まずは名前を教えてください。はい、ポンポムユーリっていう名前で活動させていただいています。ハンドルネームの由来は、私2012年くらいから友達と YouTube で動画投稿をしてたんですけど、その時は結構ネタ系みたいな、なんかあるあるみたいな、結構なんか変なことばっかやってて、でその時は名前を、本名をもじってユーリっていう名前で活動してたんですけど、まあ、ユーリってたくさんいるし、他の人とね被ったりもしてたので、ちょっとなんかないかなって思った時に、ポンポンプリンって私言えなくて、その時まあ今も言えないんですけど、ポンポンプリンっていうのがすごい発音が苦手で、なのでなんか言えなくて悔しくて、自分の名前の前につけちゃえってことで、ポンポムプリン、違う、ポンポムユーリっていう名前にしました。でその時ちょうどキャリーパミュパミュも好きだったので、ちょっとまあ似てるところもあるなみたいな感じで、ポンポムユーリっていう名前で活動しようと思って、そういう名前にしました。でも名前ですごく困ってることがあって、ポンポムユーリですっていう、こう初対面の人にポンポムユーリですよろしくお願いしますって言うんですけど、なかなかね伝わらないんですよね。何ユーリさんですかみたいな感じで聞き直されることがすごいあるので、ちょっと解明したいなってちょっとだけ思ってます。インパクトはねあるんですけど、文字にすればだいぶインパクトはあるんですけど、ちょっと言った時にこうなかなか聞き取ってもらえないので、ちょっと残念だなって思ってます。3番目、性別は女です、一応ね。4、出身地は静岡県です。でもちろん今住んでるのも静岡です。で生年月日は1995年の8月6日生まれです。なので獅子座ですね。血液型は YouTuber にとっても多い AB 型になります。で身長は、159センチです。ちょっとね159ですっていうのがめんどくさい時は160センチですっていう、ちょっとね1センチ持って言ってます。自分の長所は特にないんですけど、短所は人とねコミュニケーションが取れないことです。本当に終わってるんですけど、結構コミュ障みたいな感じで人と接するのがちょっと苦手です。なんかネットとかで絡んでおけば全然話せるんですけど、本当に初対面の人とかは何話していいか分かんなくなっちゃうし、話しかけられてもちょっとなんかヘラヘラ笑って終わりみたいな、そういう感じにしちゃうので、すごく直したいです。自分の前世は何だと思いますかっていう質問があるんですけど、自分の前世は多分ドラキュラだと思うんですよ。太陽の光がすごく苦手で、なんかなんだろう、外に出るともう眩しくて目が開かない時とかっていうのがすごく多々あるので、ちょっとなんか太陽がね苦手系なものだったんじゃないかなと思っております。何言ってんだって感じだよね。次、好きな食べ物はピーマンですね。ピーマンが好きです。で好きな食べ物で結構いろいろあるので、まあ言ったらキリがないかなっていう感じなんですけど、はい、あとこれサヤエンドウ、このサヤエンドウっていうお菓子がめちゃくちゃ大好きです。これじゃなくて塩分抑えめみたいなのがあるんですけど、それじゃなくてこっちが私は好きです。ほんと毎日食べてるくらい食べてます。お疲れ様でした、これで終わり、最後に一言どうぞっていうことなんですけど、じゃあそうですね、いつも見ていただいている方にちょっと一言言いたいなって思うんですけども、最近そうだね、 Twitter のフォロワーも6000人超えて、で Instagram も1000人フォロワー数が超えまして、 YouTube のチャンネルも2万5000人突破しました。
もう本当に嬉しくて、なんか本当に見てもらえる機会っていうのがだいぶ増えて、あと月刊のね PV っていうのがあるんですけども、それもだいぶ上がりまして、うん、またね来月がまあ頑張り時なんですけども、すごく周りの人に支えられてるなっていうことが実感できるね月だったこと、今月はね、うん、今月っていうか最近すごくいろんな人に支えられてるなって思うので、ありがとうございます。本当にいつも見てくれてありがとうございます。はい、ということで今回はこんな感じでね自己紹介動画を撮らせていただきました。ちょっとねまた今度質問コーナー近々やろうかなって思うんで、募集する専用のコメント欄、募集する専用の動画のコメント欄でも使ったりすると思うので、まあ何かすごく気になることがあれば、最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録が下のボタンをタップすればできるかと思いますので、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また次回の動画を見てください。バイバーイ。